はい、今回はですね、こちらのあんまり使ってる方多分いないと思うんですけど、アオムウェイっていうんですかね、それのメーカーの FPV ゴーグルを紹介していきます。価格は一応25,000円ぐらいで買える商品です。でも開封しちゃってるんですけど、一応内容、入ってる内容から見ていきます。まず説明書ですね。説明書は英語と、そうですね、英語とまあ中国語のみですね。でまあ簡単にスペックが書いてあるので、まあ読み上げていくと、 FOV が32度ですね。ディスプレイが 854×480、 16:9なんですけど、これ4:3にも変更できるディスプレイになってました。はい、で 3D 対応で、 IPD が59×69mm ですね。で、オーディオのアウトプット、アオーディオのアウトプットが、AV アウトインと、あと HDMI の、インがありますね。その他は何だろうな、まあ録画付きのやつで、マイクロ SD は32までしかサポートしないみたいですね。で、フレームレートが 30fps で、まあ、記録ができますと。はい、こんな感じです。はい、で、ステッカーがついてます。ステッカーがついてて、これが、まあ、ゴーグルの専用ケースですね。でも、中身一応ゴーグルが、これが入ってたんですけど、アンテナと。まあ、その他に、まあ、フェイスパッド、替えのフェイスパッドがついてます。で、これ、フェイスパッドなんですけど、マジックタイプのやつですね。両面とかで貼り付けるんじゃなくて、マジックタイプのやつなんで、まあ簡単に交換ができますと。これがまあケーブルですね。で、その他ついてきたのが、一応これ、電源なんですけど、バッテリーの方はついてないですね。で、電源の方はまあこのように、まあ接続して、なんだろうな。こういう、こういうバッテリーに、つなげられるようになってます。一応 4S、2S、3S まで対応してて、だから 4S だから、いくつだ ?14.4V でしたっけ、までいけますね。で、使うときはまあこれでやったりとか。で、まあ直接この、これ大体 FPV ゴーグルほとんど共通なんで、まあいろんな、その他についてるやつ。例えば、あった。これはあれなんですけど、なんだっけ。E 社員の EV200D についてたやつ。まあこういうバッテリーでもこう使えます。で、ここに裏側にちょうどヘッド入れる部分があるんで、まあここに入れることもできますし、まあこんな感じでできますし、その他 EV100D のこれバッテリーなんですけど、これもまあ一緒ですね。それとか、まあ自分が一番おすすめするのは、まあこういった、これはスカイゾーンの配線についてきたやつなんですけど、スカイゾーンについてきたやつなんですけど、まあこういうのを長めの、ちょっと見づらい、長めの接続があって、これをバッテリーはポッケに入れとくと。まあこんなでかいバッテリー使う必要ないですけどね、わざわざ。とか、まあいろいろやり方は、まああると思います。ただ付属品としては、この、これしか付いてこないので、バッテリーだけは別で買う必要があります。ということですね。で、アンテナはこれ2本。元から付いてくるやつですね。うん。ちょっとこの変わったアンテナなんですけど、これ、なんだろうな、右回りとか左回りとかあるのか。ちょっとわかんないですけど、まあこのアンテナが付いています。これ曲がるタイプですね、はい。で、その他特徴としては、
まあ、他のゴーグルとの比較になるんですけど、まあ、一番感じたのが、まあ、サイズ感がすごい小さい。他のゴーグル見てちょっと比べてみると分かると思うんですけど、これがファットシャークのやつで、これがスカイゾーン、はい、でこれがあの E 社員の EV200D ですね。サイズ感見て分かると思うんですけど、まあ、一番小さいですね。まあ、これと同じぐらいかな、まあ、これと同じぐらいか小さいかなって感じ。これがやっぱり一回り大きいですよね。うん、32,000円で、これが32,000円で、これが25,000円、これが今34,000円ぐらいかな。まあこれはもう7万ぐらい、6万、7万いっちゃいますね、全部合わせるとという感じですね。サイズ感は小さくて、で重量が一番軽いです。もうまあこれのまあメリットというか、これの一番すごいところはもう重量の軽さ。これ頭に全然負担がかかんないですね。ちょっと測ってみますね。重量計で。これをまあ乗せて、ゼロスタートにして、まあ全部バッテリーはついてない状態で測ってみますけどね。だいたい203g ですね、これが。めちゃくちゃ軽いです。今まで一番軽いかな、タンが。うん。ニガルレンズの味。これも軽いと思ったんですけど、220g ぐらいあります。これもバッテリー入ってない状態。ハットシャークもこれもバッテリーなしだとすごい軽いんですよね。それでも、あ、ちょっと重たいな、267。だからこれが 200g ぐらいなんで、もう 60g ぐらい差ありますね。で、これ一番重くて、もう 280g ぐらいあります。うん。そう、だからすごいね、頭にこう負担がかからないですね、軽くて。めちゃくちゃ軽いっていうのが、まあこれの、まあすごいとことか。すごいとこ。うん。かな。で、その他、まあ使ってみて感じたのは、画面は綺麗ですね。解像度的には 850×、まあ、480か。で、すごい綺麗ですね。どっちかっていうと色味はなんか白っぽい感じの色味ですね。うん。ファットシャークとかちょっと黄色っぽいんですよね。色味が。こう、画面に映った色味が。でもこれはどっちかっていうと、まあ白みがかかってて、まあスカイゾーンとちょっと似てるかなっていう、色的には感じました。で、一応4対3にもできるんで、まあそれもちょっと便利ですよね。4対3と16対9、両方。画面の比率を変えることができるんで。ただこう16対、これがまあ16対9の画面だとしたら、4対3に変えると、ただここがカットされるんですよ。カットされる感じ、ちょっとこう、狭まる感じで映るんで、まあ、画面が少し小さくなっちゃいますね。うん。4対3でもう使用したい、4対3だけで使用したいってなったら、もうファットシャークとかの方が、うん、すごい見やすいです。ただ16対9で使うんだったらこれ結構おすすめですね。見やすさ的には。うん、でもその他設定のあれは、まあ IPD はもう大体下ですけど、どの機種も。下にこうあって、まあ69ミリまでいけます。でこれあれですね、ファン、うん。曇り止めだと思うんですけど、ファンですね。で、結構使い勝手も良くて、DVR、まあちょっと、長押しすると、まあ、待機モードになって、あと一回ボタンを押せば、まあ、録画ができる感じですね。で、マイクロ SD のスロットルはここにあります。で、明るさとか、コントラストは、ここのレバーでそのまま、なんて言うんだろうな、めんどくさくないというか、簡単に変えることができるんで、結構使い勝手的には良かったです。うん。ただ、ちょっといまいちだなーって思う点を挙げるならば、うん、このバンドがしょぼいとこかな。やっぱりなんかちょっとバンドがね、安っちいというか、まあ変えればいいんだけど、ちょっとバンドが安っちく見えますよね。他の、やっぱり、こう、スカイゾーンとかちょっと高いメーカーとか比べると、うん、バンドがね、ちょっと安っちいなーって感じたのと、あと、録画のノイズ、録画した時の、実際に、見る映像っていうのは結構綺麗で、ノイズもそこまで入らないんですけど、録画してる映像を見ると、
結構ノイズがバリバリ入ったりしちゃうんで、うん、これの仕様なのか、たまたま俺が買ったのがね、運が悪くてあれなのかわかんないですけど、ちょっとノイズが入るなって。ちょ、アンテナを他のにも変えて試してみたんですけど、やっぱり録画のノイズ、録画した時のノイズは結構入ります。うん、ですね。まあそんなところかな。あとはもうここに映像流れてると思うんで、これファットシャークで撮ったやつとの映像の比較なんで、ちょっとそれと比較してみてください。まあ、これのおすすめポイントとしては、とにかく軽いっていうことと、まあ、映像が綺麗で4対3と16対9両方に使える、うん、っていうところですかね。これ、この機種意外と未だに人気あるんですけど、 E 社員の EV200D、 これ買うんだったらこっち買っちゃった方が安いし軽いし、うん、ごっついっすもんね、これいいと思います。あとこれのいいポイントがあって、このなんつうんだろう、接地面がこう日本人とかの顔に結構合ってると思います。これ、うん、平べったい族に合う顔ですね。ファットシャークとかどうしてもなんかここ欧米人とか、まあ彫りの深い人にこう合わせてるのか、こう角度が、うん、なんかいまいちこうなんていうんですかね、光が入るというか隙間が空いちゃうんですけど、これホールド感がすごいですね。ぴったりグッつく感じ。それはこのイーシャイもそうなんですけど、やっぱちょっとアジア系の顔にちょっと合わせて作ってるのかなっていう、まあイメージでしたね。うん、はい、じゃあこんなところで私の喋りは以上です。もし気になる方はこれ、なんだろう、バングッドで2万5000円ぐらいで購入できますので、一応リンク、動画の詳細欄にリンクの方貼っときますんで、ご確認ください。以上です。